はい、ということで、今冒頭から噛んだね。はい、ということで、つてつてことてつや田中です。こんにちは。今日はちょっとね、変則的な時間でのスタートですけども、ご覧いただきありがとうございます。さて、Xprin 12の06、ベータのリビジョン1ですね。この間と同じバージョンなんですけども、機体をジボモッドですね、ジボモッドでちょっとまあまあどっか行ってみようかなという感じでございます。さてさて、早速行きましょう。今日実はちょっとね、いつまで空いてるかちょっと分かんないんですけど、タワーさんがいらっしゃるんですよね。ちょっとこれもいつもの時間とね、ずらしたことによる思わぬ嬉しいことなんですけど、36,000。あ、そうそう、プラン出しとかな。で、周波数118.6。どうなっていったっけ。ほい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 、オッケー。お、10分かかる。あ、マジか。じゃちょっと時間のかかるところから片付けていきますね。よいしょ。なおさん、どうもこんにちはです。こちらでもフォローありがとうございます。そしてコメントもありがとうございます。Twitch ライブ初見です。勇者は僕がエルデンリングとかいうかクソマゾ神ゲーから逃げ出してきました。あれやっぱ人気ですよね。すごい人気ですよね。いやいやいや、お疲れ様でございます。あざます。いや、このね、ヨーロッパの早朝って意外とね、本当ありがたいことにたまに開けてくださってる時があるんで、嬉しいですね。まあいいわ。まずは HK、 今日は北欧線ですね。北欧線、フィンランドヘルシンキから、スウェーデンヨーテボリですね、行きたいと思います。イエス、ジジだっけ、ジジだね。スカンディネビアン2420。これね、開けてくださってたらちょっとね、ヨーロッパの完成の例というのを多分この配信では初めてじゃないかなとも思うんですけどね。アディポ3ノベンバーから、どこだ、どこに繋がるんだ。あ、これ合っていくかな、これだ。あ、フィエルフィエルフィエル8368、はい、どうぞ。でペイロードついでにやっちゃいますね。今日ちょっと軽めの設定ですね。8.6。 あ、めっちゃ軽い合ってるね、合ってるね、うん、めっちゃ軽い OK。 なおさん、昨日は YouTube のコメントでこちらのアドレスを教えていただいてありがとうございました。おかげで無事移行できました。ありがとうございます。そうなんです、そうなんです。ちょっとね、 YouTube の、配信サーバー結構なんかね、アジア方面はどうやらあんまりよろしくないっぽくて、なんかね、同じ理由で移行してる外人さんもいました。うん、まあみんながみんなじゃないんですけどね。これがまた本当面白いところというか、ポゴグルンガ、ポゴグルンガ、はいはい。うちではちょっともうなんか太刀打ちできないぐらいにスタッターが発生してたんで、
いやそんなに重いとこ行ってないけどねと思ってあ、そっちに行くんだこのルート。あー、ちょっと面白いな。トゥッスーに、まあ、先月の末ですね。先月の末、ちょうどだから1ヶ月ぐらいなんですよ今日で、うん、からこちらでやらせてもらっております。DA1 stay, how are you? Very good, thank you. Long time no see. Yeah, really it is. How are you doing? Thank you so so much for stopping by. Yeah, hope you are doing well. Today I will fly Europe with the latest beta of X-Plane 12. あれ、買えない？あ、あ、わかったわかった。ちょっと待った。長いなルート長いな。で、ノベンバー866、本当合ってるこれ。一応バッドシムの推奨ルートって言ってあの出てきたんですけどねこれで思いっきりリバイスされたらもうびっくりしますけどねそれはそれで面白いんでいいけどなんだっけ、モクサムフォーシエラ、モクサムモクサムフォーシエラ2ランウェイ21、そうっすね、 OK、 はい。で、一応確認確認と、ここはうまいことあれだよね、スタートかつながるよね。ディスコンはないはず。あ、そうか、2-1 だったらもうストレートに入れるってことだ。いいね、 OK。 こうですね、よし。で、ステーション経年値が1003 1003、低っ。The airman doing well, thanks. Which airline are we using today? Good question. We are using the Scandinavian Airlines with old livery, I guess. The new livery is this stripe is not there. Very simple one. なおさん、そんなことがあったんですが、YouTube って時々解約仕様変更します。あれ仕様変更なのかちょっとわかんないんですけどね、ぶっちゃけ本当に何が何なんだろうっていうね。223だった気がする。ここ。まあなんせうちの環境ではどん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 相性が悪くなっていったって感じなんですよね。そうなのでね、あの本当になおさんはじめね、特に早いうちから。こちらのね、あのアカウント、フォローいただいた皆様ありがとうございます。そしてね、ぜひぜひ今 YouTube の、ね、アーカイブで、ご覧の皆さんもですね、Twitch の、アカウントのフォローですね、よろしくお願いいたします。あ、間違えた、ピー。 APU スタートさせてしまいますね。ここ400フィートぐらいだった気がするな。よいしょ、どこまで来たっけ。こうだね。
なおさん、このサイトは YouTube と違ってライブ配信が多いみたいです。あ、そうそうそう、ライブ配信向けのサイトなんですよ。僕実は YouTube に映る前ってここでやってまして、10年ぐらい前なんですけど、リチャード・バーンズ・ラリーというね、レースゲームをやってましてね、その時以来ですね。で、ある時期から YouTube で、まあ、ちょうどあれですね、エクスプレインを知ったぐらいからですね、YouTube に移ってっていう感じです。で、まあ、2023年の夏、あれっていう、YouTube のサーバーにあれっていう事態がね、生じまして、こっちにまた戻ってきたみたいな、そんな感じです。The Airman, indeed, have a nice ride, thank you so much, have a nice,have a nice day to you.なおさん、ラリー配信時代に使われてたサイトだったんです。そう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 。いまだにそのアーカイブは残ってます。あ、これヘディングそういえば合ってるかちょっとどうか見たいんですよ。完全に勘で行ったんで。トゥートゥーライトがディパーチャーランウェイ。全然違うじゃん。誰トゥートゥースリーだったと思うんですよねって言ったやつ。出てこいっちゅうねさあ、あとね、なんでこれ実は結構真面目にやったかというと、ちょっとにぎやかしの道具がありましてねあ、これじゃないわ。あ、スタートでいいのか。で、 APU つけた状態だかな。 APU つけた状態でやり始める。で、200か。OK。よし。ではでは。あれ？ああ。はい。で、これはまだ開けといていい。 Safety inspection checklist. Surfaces and chocks. Checked. Maintenance status. Checked. Battery. On. Electrical hydraulic pumps. On. Landing gear lever. Down. Ship's library. Checked. Safety inspection checklist complete. っていう、にぎやかしのアイテムがありましてね。これを使うためです。まあまあ真面目にやってたのは。こういうなんかオーディオチェックリストっていうのはね、僕ジボモット向けのチェックリストしか見つけられなくて、まあ、他の機体はあるのかどうか分かんないんですけど、まあまあまあちょうど今日ね、ジボで行くんで、あ、これ使えるわと思ってこれ何で知ったかっていうとあれなんですよね。この間ね、アルパカエアウェイズでおなじみ、フライトデックというシムさんというね、イギリスの方が日本にね、グループフライトに来ておられたのをね、ご存知の方もいらっしゃるかもしれないんですけども、その方が使ってたんですよね。こんなんあるんだと思ってビフォースタートだからあれだよね、もうちょい後だね。さあ、あとはトラン、パフォーマンスですか。はいはい。OK。Thank you。31.2.5。いや、タワーさんちょっと待ってらしたら、ちょっとごめんなさい。もうちょっとかかります。なんてこったいっていうね。キシランで280まで降りりゃいといけないという。まあ、よくわかんないですけどね。まあ、一応なんかディセントゥーリーチ的なことで考えとけばいいかなという。あ、風を入れたいのよ。いつもだったらね、意外とまあまあ適当にやるんですけど。35のマイナス50。あ、やっぱ北欧だね。
トランジションが6号5000じゃないの。あれか、到着は6号だ、確かに。テイクオフ1で撮りますね。あ、今回あれか、90名だから全然これでいいんだ。ラップス5のトリムが 5.0 のまんま、テイクオフスピードが132、133、141、 OK、 よし、大体 OK でしょう。呼び込んだすぐ直後にもシートベルトサインは入れるというねスタイルでございます。ただね、このオーディオチェックリストってちょっと穴が何個かあって、まあその仕様を知ってないと、え、どこどこどこってなるんですよね。僕もあんまりジボモッドに詳しいわけではないのであれなんですけど、141、はい、オッケー。今もう合ってるね、合ってるということはリモーブチョックスして大丈夫という感じです。よし、なんかちょっともう早めに Thank you、 まあ、絶対こっちでしょ、まあ、ただ念には念をでコネクトファーストいきましょう。もうスタートできますよっていう状態でやるって感じですね、確か。じゃあ、まあ賑やかしていきましょうか。 Before start to the line. Before start checklist to the line. Gear pins removed. Yes. Oxygen. Are you a real pilot? いや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 、やったよ、最初にやったでしょうが。 Fuel pump. On. Fuel. Checked. Fuel pumps. Four pumps on. Fasten belts. On. Window heat. On. On. Air conditioning. Okay, all doors and hatches are closed. Ready to connect. Pressurization. Set.Pressurization mode selector. Auto. Instruments. Cross-checked. Cross-checked. Auto brake. RTO. RTO. Parking brake. Set. Stab trim cutout switches. Normal. Radios, radar and transponder. Ah, そうだ。 Set and standby. Rudder and aileron trims. Free and zero. Takeoff briefing. Discussed. PA. Complete. FMC, CDU. Set. N1 and IAS bugs. Really?いや、もういいよ。 A1 and IAS V speed set. You go. Stab trim. Set. Performance weight and balance. Checked. EFB. Airplane mode and stowed. Phones. Off. Flight deck windows and cockpit door. Closed. Doors. Closed. Passengers. Seated. Before start checklist complete to the line. OK.さあ、コパイダーリー、すみません、酸素ボンベのテストしてないので見逃してまして、デーペロ。もうクビだな。みたいなね、アイテムがあります。ということで、ではでは、改めましてディスカストって言ったけど、まあ今からなんですけどね。ではでは、改めて参りましょう。今日は先ほどもね言いました通り、北欧線ですね、ヘルシンキバンター空港です、から、ヨーテボリ空港までの、だいたい450マイルほどとなります。機材はジボモット AB738 となりますね。巡航高度3万6000でエキシランで280まで下がるという感じですね。フィエルは 8.3 トンです。センターが若干入ってるぐらいの感じですね。ではでは、チャートに移りまして、ヘルシンキバンター空港4本、あら3本か、3本の滑走路がある空港ですね。スポット18番にいます。プッシュバックで出まして、おそらくヘディングウィーストで出ましてという感じですね。
今、タワさん開けてくださってます。タワさんが出してくださってる ATIS、インフォメーションチャーリーがカレントとなります。先にちょっとじゃあ、気象情報ですね、見ておきましょう。これが、ATIS チャーリー、インフォメーションチャーリーですね。0350、の天候情報になります。Expect Airless Approach Arrival Runway 22 Left Under Clear and Dry Departure Runway 22 Right Clear and Dry Transition Level 65 Wind 270 Degrees 4 Knots Variable Between 240 to 310 Cap OK Temperature 14デューポイント13、去年1、1003ですね、という感じになります。インフォメーションチャーリー受領ですね、言っとくという感じです。さて、そうですね。で、トゥトゥライトですんで、ここがタクシーウェイの名前はデルタ、アルファデルタだった気がするんですよね。アルファデルタでズールデルタクロスランウェイトゥートゥーレフトデルタ、そしてウィスキーデルタトゥーホールディングポイントランウェイトゥートゥーライト予期という感じですね。ランウェイトゥートゥーライトの後がアディボ3ノベンバーディパーチャーランウェイトゥートゥーライト用という感じになります。2.5DME、at above 680 feet ですね、までランウェイヘディング全ダイレクト、ホテルキロ461全ダイレクトホテルキロ、935全ダイレクトアーディポという感じですね。メインテン4000工事なので MCP の方も4000ですね。で、セットしてあるという感じです。今日の、ペイロードの重さが 8.3 トンという感じですね。90名のパックスに 2.4トンのカーゴというコンフィグになりますので、かなり軽い、ものになりますね。テイクオフラップ5、トリムが 5.0 このままですね。テイクオフスピードは V1 から1312131341という感じです。まあ天候もまあまあそんなに悪くはないですけども、ただちょっと雲は厚めですね。この空港出た後ですね、雲が厚めという感じの天気になります。ではクリアランス取っていきましょうか。これあれだよね、これはもうエンジンかける前だよね確かね、はい、ではではクリアランス取りますねと。よし、グッドモーニングだよね。ヘルシンキタワー、ベリーグッドモーニング、スカンディネビアン2420、スタンド18、ボーイング738。あ、間違えた。間違えてる。これだ。誰もいない周波数に愛を叫ぶ。さあ。それはそうとして、ヘルシンキタワー、ベリーグッドモーニング、スカンディネビアン2420、アットスタンド18、ボーイング738。スカンディネビアン2420、ヘルシンキタワー、グッドモーニング、エリアットン、ランフェッター、ランウェイ22ライト、アリボ3ノベンバー、デパーチャーロード。Initial climb 4000 feet, squawk 6501. Scandinavian 2420 clear to Land Vettel Airport via Adivo 3 November departure runway 22 right. Maintain 4000 feet and squawk 6501. Scandinavian 2420 clear, that's correct.スカンディネビアン2420。いやー、
めっちゃくちゃ久しぶりのヨーロッパ観戦ですね。すごい久しぶりです、個人的には。配信では初めてですね、多分ね。よし、6501ですね。 OK ですね。おい、ではでは参りましょうか。いいですね、北欧なまりですね。いいですよ、僕そういうの好き。今もうユーロ高くていけないけどね。いやこれもうほんとなんか2018年ぐらいに言っといてよかったわ。こんなにユーロ上がると思ってなかったですからね。よし、インフォメーションチャーリーイズカレントで大丈夫ですね。なおさん、大丈夫です、間違っても上から、コウモリが降ってくるアサシンに、アサシンに刺されたりはしないですから。だいぶいいですね、毒されてますね。いいですよ。スカンディネビアン2420リクエストプッシュバック、 We have Charlie。Pushback approved heading northwest and QNH 1003 Scandinavian 2420. Northwest? 本当？どういうこっちゃ？ North? ああ、そうですね。East ではなかったですね。まあこうですね。さっき言ったとおりですね。え、どっち？とか。一瞬思ったんです。これで大丈夫です、ね、では参りましょう。おや、よろしくお願いいたしますと。あ、そうだそうだ、これ真面目にやるんだったらあれだね、ここであの、ま、スタートさせない方がいいね。別にもうあのチェックリストに飽きたんですけどね僕。NIPD Faric, hello, hello, how are you doing? Thank you for stopping by. Hope you're doing well. これさ、ちゃんと閉まってる？たまにあのここ開くからね。待ってる時間が長いとね。なんかまあプッシュバック終わってからですね、スタート、チェックリスト行きましてという感じにしましょう。佐野さんチェックリストに飽きる基調はあんまりいないですよね。最低ですね、絶対この人の飛行機乗りたくないわ。本当に僕いたらもう本当にもう猛抗議ですよ。飽きたって、飽きたしいいよねみたいなね。NYPD Horik, congrats your release. Thank you so much. Thank you so much. I hope you enjoy my new song and new tune, Sunset in Summer, in niche market. Yeah, really thank you. I really appreciate that. よし、ここからですね。Before start checklist below the line, air conditioning packs. Not again. これね。あ、ごめん。これと、こうね、はいはい。Anti-collision lights. On. Parking brake. Set. Transponder. Are you a real pilot? ああ、すみませんね。別にいいし。Alt off. Before start checklist completed. これね、本当はまああのやらなくていいんですよ。なんでかっていうと、バットでやるとこれモードチャーリーになっちゃうんで。ああ、疲れた。いやでもね、本職の方はすごいですよね。スタートナンバー2。もう毎回ですよ。
いやすごいすごいすごいと思うわ。この Are you a real pilot? っていうのはあのフライトデックトゥーシムさんのネタですね。さあ今日はヘルシンキタワーさんもね、開けてくださっているということでありがとうございます。キートスですね。もうもうサードナンバーワン。NYPD Holic, I can't believe only four or five months left of 2023. Yeah, I think indeed, yes. Yeah. It is already in the second half of 2023, so it is crazy, isn't it? Okay.なおさん、本職の方は毎日何往復もしますからね、参加してね、その中で毎回ね同じチェックリストですからね。いやーすごいなと思いますよ仕事とはいえいやいやいや、あもうもうこれいいよね。はいはいはい、OKみたいにね、もう一瞬でなんかチェックリストに飽きるっていうねとんでもない人もいますからね OK、 これねやっとかないと怒られるんですよ確か。Before taxi checklist, generators on, APU off, start switches continuous, probe heat on, anti-ice off, air conditioning, PAX auto bleeds on, isolation valve, ah this, auto, not again. やってるよフラップスちゃんとやってるでしょ、はい、Flaps 5 required selected green light.Start trim. Set. Start lever. Idle detent. Flight control. Checked. Recall. ああすみませんね。Before taxi checklist completed. イライラするわ。いいけど。Scandinavian 2420 request taxi.Scandinavian 2420 taxi to Hollywood Point Zulu Delta.タクシーとホールディポイントはズルーデルタでスカンディナビア2420。さあということでもうめっちゃ簡単にあそんなんでいいんだっていう、いいなこれ、いいなズルーデルタということはあれですね、予期したルート通りですね。さあ行きましょう行きましょう。確か今のバージョンのジボは今ここでオートスラストにしても何も反応しないので OK ですね。なおさん、フライトファクター B767 のチェックリストにすぐ飽きてしまった人ですあるあるですよねズールデルタということは、あそこですね。まずはねランウェイの手前までのクリアランスが出てるという感じです。ちょっとこのね、開始時間は遅くなっ、いつもよりも遅いんですけども、まあ、そのおかげって言ったらあれですけどね、こうやって北欧の ATC さん、の下で飛べると
じで。Scandinavian 2420 vaja suudelta cross runway 22 left continue piskidelta. Cross runway 22 left and continue taxi to Whiskey Delta, Scandinavian 2420. Whiskey Delta なんで先ほどの予期通り、全く予期通りという感じですね。ここですね。一見キャブオーケーで天気いいのかと思ったら全然天気悪いまあまあ天気悪いですけどねさあということで今日は北欧線ですね。この路線ではね結構珍しいって言ったらあれですけど本当にレアなATC、タワーの方ですね、タワーの方、がいらっしゃるというパターンでございます。あ、そうそう、エクスプレイン12.06 のベータですけども大体のアドオンは問題なく Before take up checklist to the line. Config. Really? いや、言ったよ。Check. Flaps. Flaps 5 set. Green light. Stub trim. Set. Take off briefing. Reviewed. Cabin. Secured. Before take up checklist complete to the line. はい、大体のアドオンは結構ちゃんと動いてくれるという感じですね。まあ、あとその、は、このね、06の雲の描画がいいかどうかぐらいかなとも思うし、あと、この間の配信でも言ったんですけど、たまにね、操作を受け付けなくなる時があるんですよ。それがちょっと怖いです。Via Whiskey Delta, runway 22 right, line up and wait, Scandinavian 2420. じゃあ、Whiskey Delta に入ったら、ライト系ですね。オンにしましょう。ここだよね。ここだよね。ストロボライトつけてる。 Before take off checklist below the line. MCP. One airborne monitor unicom 122.8. Wind 260 degrees 5 knots. Runway 22 right clear for take off harness flight. After airborne monitor unicom 122.8 runway 22 right, great for takeoff, Scandinavian 2420. Thank you for your service. Have a great day. Kitos. You too. あ、どうも、ありがとうって言ってくれた。いいですね。こういうのいいですね。ほっこりしますね。よし。あ、もう、いたよ。Set. Transponder.No. あ、ごめんなさいね。はい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 。TARA. Strobe lights. On. Running lights. On. Before takeoff checklist completed. はいよ。では参りましょう。気を取り直して。ういー。テイクオフ。L1 とは。テイクオフ2。忘れてそう。80 knots. チェックとスロットルホールド。131でしたっけ？軽いですよね。V1 rotate. Use up. Enough.
doors. Check door. I'm being up speed. Command alpha. Command. 1000. Check door.ナオさん、某 SSG 以外ではですね、そうですね。NYPD, I got to go. Have a nice flight. Thank you so much. Have a nice day. You too. To you too. Anyone? B check props 1. ヒューガさん、どうも。こんにちはです。ロッテリア友だり。今日ね、ちょっとね、このエリアのというか、ヘルシンキタワーさんいらっしゃったんですよ。いやー。だいぶレアな体験でございました。スピーチェックパプスゼロ。ちょっとこのね、気持ちいつもの時間とずれてスタートしたのが良かったのかななんて思ったりします。ゆうかさん、ワオですね、ワオですね、本当に。また忘れてる。イヤゾフ。結構楽しかったですよ。本当に僕も北欧の観戦の方にね、して見ていただくのものすごい久しぶりで、本当ながらコロナの時以来コロナ始まった時あれですよね、2020年に遡るぐらい本当に久しぶりでしたね。さあ、ということで今日はスカンディネービアでの、北欧旅行という感じですね。セットバロースタンダードパッシングライトレベル58。さあ、ということでモニターユニコムですね、よいしょと。ヒューガさん、そして新曲リリースおめでとうございます。そしてありがとうございます。ねえ、いや本当にもうヒューガさんにはいち早くもう聞いていただいたり、そしてご購入いただいてありがとうございます。いやいや、もうがっつりね、この夏のお供にしていただければもう本望でございますので、よろしくお願いいたします。めっちゃ雲あるじゃん。ものすごい降ってきたけど。ものすごい降ってきたよ。これあれですね、祝福の雨ということにしておきましょうか。そうしておきましょう。After takeoff checklist. Air conditioning and pressurization. Set. Engine start switches. Off. Landing gear. Up and off. Auto brake. Off. Flaps.Up, no lights. Altimeters. Set. Okay. After takeoff checklist completed. Alright, thank you. さあ、今日はね、ちょっとこういう賑やかしもあります。パッシングティンザーさんとランディングライツオフ。なおさん、フラッシュとは全然関係ない質問をしてもよろしいでしょうか。全然どうぞどうぞどうぞ。ヒューガさん、何でもあって、ふとした時に、聞いて癒されてます。もうそう言っていただけることがとても嬉しいです。いやいや、ありがとうございます。祝福の雨ですね、そうですね、リリースおめでとうって、北欧からもね、祝福の声がもう止まない。もう雲と雨、雲と雨です。いや、もうこれはもう祝福でしょ。もう全然、もうなおさん、だけじゃなくね、何でもご質問、まあ、僕の答えられる範囲でよければ、何でもご質問くださいませませませ。あー、なるほどね。今なんか06でとりわけ結構力を入れてやってるのはこういうちょっと薄い雲なんですよね、巻雲って言われるやつ。なんかそれの影響でね、ちょっと平田さんの雲が増えてるんですよね。05に比べると。ちょっとね、僕的には
だから こういうなんかね、コンペイトというかなんかコンペイト雲っていうんですか、もうちょっと平田さん雲ちょっとあんまりちょっとね、これあの雲のクオリティ全部開けてるんですけどね、おかしいな。なおさん、最近流行りのハイレゾ音源って僕みたいな素人でも音の良さが分かるものなんでしょうか、ネットで調べてみたんですがハイレゾはすごい買うのねん某貧乏神ハイレゾなんて意味はないのだ渋い、ね意見が真っ二つに言われていまして、ま、買うかどうか迷ってます。僕は現実的にあのハイレゾまではいかなくていいかなとも思ってますね。というのも対応機器が少なすぎる、あとこれ大事なんですけど、僕の今のね、今までの音源も含めてちゃんと対応してる音源はないです、今のマーケットに出てるやつで。ハイレゾ向けにっていう音源はまああるにはあるんですけど、それ用の本当に例えば国内であればこれはハイレゾ向けのマスタリングを施してありますっていうやつしかちゃんとは聞けないですね。なんでそういうことになるかっていうと、あのハイレゾ音源って2つありまして、2種類あるんですよ。で何かというと、あのもともとそのさっき言ったみたいにあのハイレゾ用にマスタリングあの最終工程を作ってるやつと、強引にハイレゾに上げたやつ、この2つがあるんですね。で後者の場合音が割れるんですよ、聞くと、まあ、対応してない、ねというか計算上だけで、上げているという感じですね。だから元音源は多分 CD 音質か、それこそヒューガさんとか三好さんが買ってくださった僕のその今回のサンセットインサマーの 48K の音源を強引に 192kHz あるいは 96kHz に上げていると。でその強引に上げたやつは完全に音割れちゃうんですよね、うん、でちゃんと対応してるやつは本当に違いが分かります、はい、あめちゃめちゃ綺麗、もう解像度、まあそれこそあれですよね、画像の解像度みたいなもんで、例えばそうですね、 1280×1280 の、画像と 6500×6500 の同じ正方形の、ね、画像もう全然なんかね粗さが違うじゃないですか。まあそういう違いだと思ってください。でプラスただハイレゾでちょっとなんていうんですか、敷居が高いって思うのはやっぱりハイレゾ対応のオーディオ機器ですよね。こっち聞く側の機器がないとちゃんとした音でならないっていうことです、まあ、さっきも言いましたけど普通のプレイヤーでかけると絶対音割れるんですよ。だから扱う音域的にはあ、まあ、音域じゃないな、周波数なんですよね。さっきも言ってます通りこの 48K とか 44.1K とかね、要は周波数の余白がボンと上がる、扱える領域が増えるっていうんですかね、なおさん、僕が欲しいのは一応現場の音質を再現してますと、歌ってます。ああそう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 、そうですね、それでいくと今回発売させてもらってる高音質バージョンっていうのはもう現場の音ほぼそのまんまです。これ話題が出たついでに裏話をちょろっとさせていただくと、僕はいつも録音するときにというか元データを作るとき、最初にねさっき言ったような周波数を設定するんですけどね、96kHz で 24bit っていう形式で作るんですよ。でただ、それはあくまで、いわゆるこういう環境ですよね、こう普段の環境で聞けるようなところに落とすようで、実際設定しているのは 32bit まで上げてるんですよね。まあ、この理由っていうのはちょっともう割愛させてもらうんですけどね、はい、でそこから、まあ、これちょっと理数系というか、
単純にコンピューターとかの演算の世界になるんですけど、96÷2 っていうのが48なわけじゃないですか。で、そのもう言ったら綺麗に半分に割った周波数っていうのが結構その聴覚的にはだいたい同じに聞こえるんですよ。うん、まあ、なんで結構この48ビット、そして48kHz、24ビットっていうのは一番僕が作ってる音質にかなり近いものになります。まあ、なんであんまり入れぞ入れぞっていう感じのやつはいらないかなと思ってますね。だって僕ぶっちゃけ今ジャズの音源ですら、ま、ハイレゾ音源でマスターしてますってやつもまあまあ割れてるんですよ。だからちょっとこれヒューガさんもおっしゃる通りいろいろ難しい世界ですよ。だからあんまりだからこの先も普及はしないんじゃないかなと思ってます。うん、あるある、まあそのね絶滅もしないけど普及もしないっていう感じかなと思ってたんですね。ナオさん、そうですそうです、僕が欲しいのはその周波数フラッグファイルで配信してますね。ねえねえ、そう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 でしょ、そうなんですよ。確か僕のサイトでもね高音質のやつはフラッグで落とせたと思います。確かですけど。これでもねちょっともうちょっと言わことのついでに言わせていただくと、フラッグっていうのはあくまでリスナー側が求めるいい音で、フラッグで出してない限り、フラッグで言ったらその最終のマスタリングファイルを出してない限りはあんまりフラッグの意味がないんですよ。うん、まあ、それこそね、頒布先の、サイトで自動的に変換しているだけなので、僕がアップしているのは今 Spotify とかで聴ける、 Spotify、Apple Music、YouTube 等々で聴ける音源っていうのはまず、44.1kHz で 16bit っていうやつですね。で、バンドキャンプで頒布している、500円の高音質バージョンっていうのは 48kHz、 24bit の WAV です。でこれもうちょっと裏側をお話しすると、例えば今この 48kHz、 24bit っていう形式っていうのは、まあ標準の納品で、しかもフラッグじゃなくて WAV でっていうのが標準なんですよ。うん、なので WAV で落としていただくのが一番僕の、モニターしてる、なんですか、環境に近いっていう感じです。ヒューガさん、自動で変換されてるんですね。そう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 、さっきね、お話ししてたハイレゾも基本 48K のファイルが 192kHz になったりとか 96kHz になったりっていう、本当にもう機械的に置き換えてるだけっていう感じなんですよね。そうなんです、そうなんです。ナオさん、アドバイスありがとうございます。やっぱり物によってそれぞれで、それぞれの機器もいるんですね。コーギンは考えてみました。うん、僕はねあんまりおすすめしません。いらないと思います。で今スマホでだいたい標準48ぐらいまでは普通に出せるんで、そうなんですよね、結構その 48K に対応しているイヤホンとか、特にワイヤレスイヤホンなんかではハイレゾ対応のね、結構安くていいやつが揃ってるんで、なんかそれで十分かなとも思うし、まだまだねやっぱりなんていうんですか、 CD 音質の壁 44.1kHz の壁はまだまだ多分熱いですよ。僕もなんかいろんなねところの音源、今回リリースさせていただいたサンセットインサマーの本当にそれこそ Spotify、Apple Music も今いつもね宣伝させていただいている
あのプラットフォームですけど、まあ、もちろん YouTube もそうですし、で今僕がメインで使ってるタイダルっていう海外の、まあ、これはあれですね、ハイレゾも配信してる、で最低音源としては CD 音質っていうところまでの、まあ、高音質配信サービスがあるんですけど、まあ、全部聞き比べて、でイヤホンも 44.1 のやつと、まあ、いわゆるハイレゾ対応のイヤホンとか、あとはあのヘッドホンですね、いろんなところでいろんな環境で聞き比べて、ああなるほどなるほど、こういう感じで鳴ってるんだっていうのをあれですね、皆さんと同じ立場でそう楽しんでおりますそうまだね、まだっていうかやっぱりハイレゾは来ないでしょうね。もうあれはちょっとニッチな技術だと思っておいてください。いやあれは来ないです、なんか本当に難しい。あ、わあ平田さんわあ平田さんの雲だ頑張ってもらおう、06のアップデート頑張ってもらおうまだねリビジョン1なんでまあこんなもんで許してやってください平田さんの雲だな。いやヒューガさん、かわいい子でしょ、そうでしょチェックとそうなんです、かわいい子も、これあれですね、06ベータのリビジョン1では押してるらしいですね。いやあ平田さんだわ、あ平田さんだわ、なんか気持ちなんかポコってなってるのやめてくれるかな平田さんですね、完全に平田さんです平田産業の雲ですねみんな大好きなおさん、ネットでも意見が綺麗に割れているので怪しいとは思ってました、相談してよかったです、うん、いやなんかもう本当ね、逆にハイレゾがものすごい有効なやつ、もうそれこそ元音源もハイレゾで撮ってるってやつは僕の知る限り環境音ですね、雨の音とかザッ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 ってこう歩いていく音とか、まあ、いわゆる環境音、今の時期だったらセミの音とかね、うん、朝の鳥の声とか、まあ、森の、ね、虫の声とか、ああいうのは結構 192kHz で撮ってるやつがほとんどなんですけど、それの他もう本当に普通の音楽はあんまりハイレゾはいらないと思います僕は、うん、でもっと言うとこれね、まあちょっとあれな話ではあるんですけど、ハイレゾをちゃんと扱えるミキサー並びにマスタリングエンジニアまだ日本にはいないです、はい、海外にはいますけど、本当にそれこそ、ね、いつもハリウッドの映画のね、特殊効果の音源とかを扱ってる人でない限り、本当にああいう現場に立ってる人でない限りは僕は全然処理、まだそのこっち側がね処理できてないっていう感じですね。だから本当あんまりおすすめしないです、はい、なさん平田さんのこのそうです、これちょっと前からね三好さんの配信ではもうおなじみの表現なんですけどどんなシムでもめっちゃ平たい雲の時あるじゃないですかそういう時は平田さん、あるいは平田産業の雲、あるいは平たい雲族って、平たい雲族っていうのを表現使いますあこの辺ちょっと平たくはないなまあ、代表的なのはあれですよね、アクティブスカイの雲ですね、あれが大体あれですわ、教科書通りな平田産業の雲だということですねでさ、そうこれさ今さ、そういえばあいらっしゃいますね、じゃあ一応これ実はこのキシランで28000なんですよ、
こから2万8000なんですよ。はい、まあ、SIM ブリーフの話なんでね、まああれなんですけど、さあどう下る。トップオブディセンドは、あ、はい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 、はい、一応完成の方があれですね、ヨーテブリランドペテルアプローチさんが今のところいらっしゃるので、まあ、このプラン通りにというか、このあのエアウェイのリストリクションですね。なおさん、イレブンもデフォの雲はそうだった。そうそうそう、ね、ありますよね。平田さんの雲。もうみんな大好き平田さんですよ。202。で、108.50。旧式だね、ちゃんとあれだね、 GLS とかのそんなあのモダンなものはあのね、レシーブ できないようになってますね。 108.50 はい、はい、そういえばさっきあのにぎやかしで入れてたあのチェックリストですけど、あれね意外と抜けてたりとか、これいらないよっていうのまあまあありますからね。そう、確かにイレブンのデフォルトの雲もまあまああれですね、まあまあ平たいですね。なおさん、本当ににぎやかしにしかならないチェックリストですよ、本当に本当に。別にいいんですけどね。無料なんで。なんか見てるとあれですね、それこそこの間ヒューガさんがさばいてたアルパカエアウェイズさん、主催のね、フライトデックというシムさんですね、あの人の絡みで作ってるのかなという感じのアドオンなんで、まあ、アドオンというかプラグインですね。まあ賑やかしです。平たく言うと賑やかしです、賑やかしです。やっぱね、平田さんだけにね。あ、そう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 、センターね、一応入ってるから使おうか。いやでもこの間のね、アルパカさんはもうね、ヒューガさんお疲れ様でした。ヒューガさんはじめね、関係関西の皆様お疲れ様でございました。たくさんのたくさんのアルパカさんをね、檻の外から檻の中へこうピュッとこう。さばいていかれるのをね、拝見しておりました。ヨーテボリここまで来た、モクサムフォースエラーだったっけ、これだね、V リタード V ナンパスアーム、まあ、一応降りとこうか。まあ果たしてこれに従ってる人はね、どんだけいるのかっていう話ですけどね。元も子もないことを言ってますけど、なおさん、今日も安定の平田さん黒ですね。これね、ちょうどこの区間結構いい感じに雲が出るなと思って今日選んだんで、多分ねいい感じの平田さん雲を
堪能できるかなと思います。いやー、まあリビジョン2以降でどうなるかですね、ベータのまあまあ急に降りてるなまあ別にいいけど、なんかずっと平田さんずっと平田さんでもうどこ飛んでるかはよくわかんないですけど、よいしょ、もう今日は超えたかな、もう超えましたね。あ、結構両手掘り混んでる開けててくれるかな。今ヨーテボリはブローチさんのみいらっしゃるという中に5機ですね、今向かってるという感じですね。うち3機がアプローチ圏内に入っていると。いや降りてほしいんだけどそのためにあのスピードブレーキ引いてんだけど、スウェーデンの空域に入りましたというところですね。今日はヘルシンキ、ここからですねスウェーデンの南の方、ヨーテボリこの辺かな確か、まで、のルートとなります。さあですねチェックと、よしここでとりあえずはFMC スピード V ナパス、一応シムブリーフによるとここからねキシランから2万8000のリストリクションがあるということなんで、あ、めっちゃ上げすぎた。2万8000フィートまで落としたという感じですね。お、ちょっとあの平田さんの雲じゃなくなったねお、普通の雲になったね。だ今この06で弱いのはあれですね、上に行った時ですよね、この雲の上に行った時どうもなんか平田さんになるで、あとあれですね、あの群をなしてるというか、ね、群れをなしてるというか、そういう雲ですね、こういう感じでうわーっとこう集まってる、ウェザーレーダーでももう濃い緑になってるようなここですね。こういうなんかこまごまとした雲は結構強いんですよね。まあまあ今のところ。さあではでは、ですね、ヨーテボリですね、ランドベッテルエアポートヨーテボリ空港、の予習をちょろっとしときましょうか。1本のみの滑走路の空港になります。滑走路の長さはだいたい3400メートルになります。ランウェイ03はランウェイ21となります。この辺りがターミナルになるということですね。
とアライバルですが、モクサムからつながるモクサム4シエラアライバルよ、よきでいきます。ランウェイ2-1向きですね。今の均衡がだいたいそんな感じという感じですね。ちょっとまあ先にランドベッテルの、空港ですね、0420ズール時点の天候情報、ウィンド220アドバンス3ビジビリティ、9000メーターズ、ライトドリズル、オーバーキャストアーフォット400、テンパラチャー12、デューポイント11、去年1、1000、こっちも低いなこっちも低いな、えらい低いな。なおさん、今後のアップデートに期待ですね、地道に改良されてるみたいですね。そう本当になんかまあまあ、僕もっとなんかネタみたいな感じになるのかなと思ってたら意外とマシだったので、まあまあこれからね、まあ、ちょっとずつ良くはなるでしょう。うん、何でしたっけ。ああそうまあ、なんでこれも完全に、2-1 の方の風ですね。さあですが、モクサムからダイレクト、ゴルフゴルフ434、そして435アットアバブ、5000、これが20ノーティカルマイズオアスレッショルド2-1、あ、2スレッショルド2、ラムイ2-1という感じですね。で5000アトアバブという感じです。全ダイレクトゴルフゴルフ430アトアバブ3000、全ダイレクトゴルフゴルフ404アトアバブ2500マックス200ノットという感じですね。あ、でもこれはあれか、どっちかなという感じですね。こちらはあんまり関係のないかもしれない。さて、ランウェイ2-1、アイレスアプローチ予期ですね。でいきます。ローカライザー周波数105.5、ファイナルアプローチコースが202ですね。ミニマムがディシジョンハイトで200。さあ、ゴルフゴルフ404、10ポイント 3DME マックス200ノットで ILS 開口の後サンドパスで、降りていくような形になります。ミストアプローチの際は、クライムストレートヘッド2-3000レーダーベクタリング4ニューアプローチという感じですね。まあ、なのでランウェイヘディングで3000という感じです。ゴルフゴルフ、404で2500まで下ろしておく、グライドスロープ開口が、7.2DME2500という感じですね。トランジションアルチュードディパーチャーで5000、おそらくこれフィンランドと同じく到着ですね。到着機は6500という感じだったと思います。まあ、天候は先ほどの通り違うんですね。なおさん、某 S なんとかはなんとかや某ダメなコンビニの清掃みたいなことはしないと死んでもまあないでしょう大丈夫でしょう。その辺はまあまあね。いやー、なんかでもなんかどのタイトルもそうかもしれないですけど、やっぱもうね、あ、この機体は飛ばしてていい楽しいっていうやつと、もうネタだなっていうのにもうがっつり分かれましたねもう本当に綺麗に分かれる。あ、どれもやっぱすごいですねっていうねやつってまあなかなかなくてまあそんなもんでしょうね言って家庭用のゲームですからさて、果たして私到着まで開けてくださる
開けてくださってるのでしょうか。あ、ちなみにね、あの平田さん雲と同じくあの平田さんレーダーっていうのがあるんですよ。エコーか、平田さんエコーですね。こういうのちょうどよく、ちょうどよかったわ。なおさん、P3D も結構割れてるみたいですからね。うん、でも現実的にちゃんと飛ばせる機体が多いのは P3D ですね。やっぱ PMDG すごいなと思うし、でそれこそトリプルでありあったりとか B748 とかね、あと B738 シリーズ、あの辺がちゃんと揃ってるし、エアバスに関しては FS ラブスですよね。あそこのエアバスはやっぱりまあズバ抜けてるしっていう、特にやっぱボーイング好きな人はやっぱり P3D なかなかね、あの手放せないかなとは思いますよ、この先も。うん、まあバージョン6出て、で PMDG に関してはなんか対応しないかするか、まだ、まあ、はっきりとは分からないっていう感じですけど、でもね V5 でだいぶ完成してますからね。うん、PMDG の機体も全部対応してるし、うん、あ、やっぱりすごいと思います。なおさん、PMDG はマジですごいです。三好さんの配信で見て感動しました。モーニー FSSG と違い、いやもう運命の差でしょ、本当に。そうなんです、そうなんです。やっぱね、三好さんおっしゃってますけど、三好さんはボーイングの、ね、738が一番お気に入りということなんで、そう、もう本当そういう方はなかなか、この先ね PMDG が MSFS のプラットフォームに対応してくるは来るんでしょうけど、現状今738でまあまあ苦戦してますからね。MSFS の仕様に。まあまだあのねプラットフォームの中ではいい方ですけど、全然いい方ですけど、本当に間違いないぐらい、ね、すごいですよね。僕的にすごいラッキーだったな、あのエクスプレインやり始めてラッキーだったなと思うのは、本当その始めた2017年にジボモッドが開発を始めたんですよね。うん、もう本当僕のエクスプレイン始めた時期とがっつり被るんですよ。でその次の年2018年にトリスが出てきたという感じなので、めちゃめちゃラッキーなんですよね。本当にいいタイミングで出てきてくださいました、ありがとうございますっていう。両手堀どこ？両手堀 ESGC の場所どうぞ。あ、やっぱそこだよね、そこで。ここはわかったわかった、モクサムでイニシャルコンタクトは OK 了解です。モクサムあと80マイルちょい、100マイル前後ぐらいですかね。よし OK、 まあ気持ちはめっちゃショートカットしたいんですけどね。ダイレクトしたいんですけど。まあ、なおさん、満足度の製造元が諦めたぐらいですか。あ、でもね今 1.6 アップデートに向けて
あの世界一の遅刻魔、セルフローディングカーゴ の、 あの製造元MSFS のテザーちょいちょい公開してましたよ。うん、まああのね、プラットフォームが出たばっかりの時はまあしゃあないですわね。でもまあ2年経って2年3年か3年経ってまあまあまあなんとかなんとか、あの MSFS 自体の SDK もあの、まあ、徐々にではあるけどよくはなってきてんじゃないかなという勝手な予想ですけど、ね、なんかね満足度アプリのあのテザーがちょこ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 あの公開されてるんですよ MSFS の画面で。なおさん、すでにトリスがあったにもかかわらず、フライトファクター A320 を選んでしまったために1年以上泣きを見た人です。わかりますわかります。まあ、でもそのトリスもねついに A320、まあ、ネオですけどもうねあのラインナップに入ったということで、なおさん、ドラクエ12開発担当代理世界一の近くまでああいたわそういえばいたいやーでもねマジですごいっすからね、あの満足度アプリの製造元はすごいですよほんとすごい。いやーなんかあの何が起こってたかっていうと、一時期からディスコードが書き込めないんですよ、読み取り専用になってまあなんかねなんかいろいろ書かれるのは嫌なんでしょうね別にいいですけどいやーすごい、あ今天候情報見ました、04500時点の天候情報、ウィンド220@12変わらず、ビジビリティ4100メートルまで上がりました、ライトレイン、オーバーキャストが、300フィートに落ちましたね、ああ、テンプラチャー12、デューポイント12、セッション9の位置1000は変わらずと、え？なおさん、瀬さんの配信で初めて A319 を知った時の初期を忘れました。いやマジでそうですよね、ほんとほんとまあね雰囲気を重視するのであればいいかなとは思うんですけどね、まあ、あれもあれで悪くはないですけど、ちょっとひどいねあの挙動はひどいと思います。エアバスの動きじゃないもんな完全に。ああそれでもね、あの12対応のアップデート出したりとか、そうあの他にも結構ねちゃんとエンジンマネージメントできるようになったりとかね、いわゆるボーイングっぽい動きは当初に比べるとあの弱くはなってきたかなとは思いますよ。ただねフライトファクター全般そうなんですけど、あのどうも12のエアロフライトダイナミクスに全然合わせれてないって感じはしますね。なんかどの機体のアドオンもただ単に12で飛べるようにしただけっていう、そういう印象はすごくありますね。56点、138プラスウィンドコレクション144ぐらいですね。
まだヘルシンキタワーさんいらっしゃる、いますね。へー、さ、おお、ヨーテブリのエイティスが、おっ、こいしょ。あ、スポットどこだの。ランウェイ、あ、こちらも同じですね。インフォメーションフォックスラットがカレントとなります。045ズール時点の天候、アイレスランウェイ21 in use。トランジションレベルが65、あ、やっぱりそうですね、6500ですね。メテオリポートウィンド220 at 12、ビジビリティ4100 4100 あ、ライトレイン、クラウド、オーバーキャスト at 300、テンパラチュー12、デューポイント12、これはもう同じですね。 QNH1000パスカルと、はい、ありがとうございます。インフォメーションどこ、インフォメーションフォックストラットですね。こうなるとですよ、トップオブディセントがここですよね。あ、なんでちょっとまあ150ぐらいまで下ろす感じでいきましょう。モクサムってさ、モクサムフォーシエラってさ、あ、あんまりないね、特に下ろすべきところはない。周波数が1 2 2 1 2 4 6 7 5、ここか、あと40マイルぐらいですね。なおさん、福沢さん1枚かけたせいで簡単に乗り換えるわけじゃいかずね。いやー、フライトファクターのアドオンなんでか知らないけど高いんですよね。もう買う気もないですけどね。あのフライトファクターの A320 のアップデート買う気はないです。何にも買う気ないです、残念ながら。もう片やトリスのアップデートね、知ってますからね。もうはい、もうこれで満足ですっていう感じです。さあ、そういえばディセンドのあのチェックリストあるんだよね。ディセンドチェックリスト、プレッシャライゼーション、セット、アンティアイス、オフ、アプローチブリーフィングキュー、ディスカスト、IAS アナウンスティブバグス、チェックインセット、ディセンドチェックリストコンプリート。はい、なおさん、それで世界で滑り込みしますと、そうですね、なんか若干先を感じる、感じるんですけどね、気のせいということにしておきましょう。いらないと思いますね、なんかそんななんかフライトファクターのアドオン飛ばしたいかなっていう。もうね、全然魅力を感じないんですよ、もう残念ながら。200にしてますよね。あ、そうそう、スポットをどこかっていうのを調べようと思って。書いてね。さあ、ということで、間もなくトップオブディセンドですね。Don't have maintenance. Go out and check if the sensor is currently clean or not clean. And the part is noted at time 26. Yeah, no problem. Just want to figure that out.And Nordic One's Archer, I'd like to also make a prior we'd like to also make a request as well. If possible, we can get an RMP approach for runway 21 instead. Nordic One's Archer, are you filing a prior to request an RMP approach?
Negative. We would like to the power up of our comrade here. And Pirate noted for you as well at time 26 on duplicate that pirate, and I continue right heading 140 clear RMP approach to runway 21. Heading 140 clear RMP 21 Nordic 10X. あと20マイルほどですね。あとまあしばらく落としてちょっと離席させていただきますね。あ、もう来た。すいません。Your table approach, very good morning, Scandinavian 2420 now descending flight level 2552150, Boeing 738. Scandinavian 2420, your table approach, ready to go more today, information of current unit 1000 identified. You are cleared the Moksan 4 Sierra, I will expect ILS approach to runway 21. Continue descent down to flight level 100 and proceed direct Gulf Golf 435. Cleared for Moksan 4 Sierra approach and expect ILS runway 21 approach and descent to flight level 100. Scandinavian 2420 and information Golf. Nordic 34 identified again. The right turn now heading 280. 280 North 34. Nordic 10 X-ray wind 220 degrees, 130 knots, runway 21, clear touch and go. It clear touch and go, runway 21, Nordic 10 X-ray. 離席するタイミングがもうなくなった。なおさん、フラッシュム始めた頃なら B767 とかはまだ行きましたね。ですよね。当時はジボマン、ま、ここまで良くなかったのでね。本当本当そんな感じですよね。ILS21 アプローチ合ってますね。ですね。ゴルフに関わってたのかな。そうなんですよ。本当なんか2017年から18年頃ってジボは全然まだまだでしたからね。いやもうそれに比べるともう偉いね。トリック34ライトルヘディング020 020 今普通に飛べますからね。怖いな。怖いですよ。これでタダですからね。スカイナム2420 traffic information to aircraft 737-800 both currently doing some base training on runway 21. Other than that, no reported traffic.Traffic information copy. Thank you for reporting. Scandinavian 2420. Touch and roll してるね。このクソ、すごい天候の中やってんね。クソ天気の悪い中、えらいやる、よくやるね。まあまあね、アプローチさんいるならっていう感じなんでしょうね。指定4000メートルですよ。すごいね。やるね、よく。さあ、今日は、12.06 のベータリビジョン1を使って、ジボモッドで、ちょっとね、まあ、テスト飛行みたいな感じでやっております。あ、これはもうあれですね。これさ、ゴルフ434でここぐらい、まあまあこれでも1万、もうちょっと
わーっとこう下ろした方がよくねえか、よくねえかこれ、気のせいかしら。もうちょっとやっといて減速に当てるっていう、えらい揺れてんなえらい揺れてんな。なおさん、ジボシンとトリスティンは本当にすごいですよね。本当本当それぞれにすごいですよね。いや恐ろしいアドオンですよ、まあ、両方ともね、なんかあのバグというか、まあまあ、あこういう仕様があるのねっていうのはあれど、まあ、それ加味してもちょっとすごいですよね。All right, three, four. Would you like to do ARNAV or ILS approach? I'm going to go to ILS, not directly forward. And Rick, three, four, you can right turn heading 115. Right turn to 115, directly forward. Scandinavian 2420, come to descend onto altitude 5000 feet, QNH, yet about 1000. Continuing descend 5000 QNH and 1000 Scandinavian 2420. Alright, consider accelerator identified, right turn heading 285. ちょっと1万まで、で止めて減速に上がってますね。早く下ろしてね、ちょっと減速したかったんですよ。えらいなんかスピード伸びてたんで。あ、平田悪魔じゃない、あ、すごい結構隆々しい雲になってる。あ、これはいいね、これいいね。多分まあ目指すところはこれなんでしょうね。全部これなかなかいいですね、素晴らしい。アルトアクエイド for correction Nordic 3 for right turn heading 165 on that heading cleared Alice approach runway 21 165 Alice approach runway 2 Nordic 34. なるほど。Heading 020 Nordic 10. これだったら230かな。一応余裕を持ってやったはずです。やったはずです。適当。Nordic 34, wind 220 degrees, 13 knots, clear touch and go. Clear touch and go, Nordic 34. Nordic 120 X-ray, just out of curiosity, you are at 7,800 feet now, confirm. And I'm sorry, we were checking the chart here. I'm sorry, we're descending, 10. Nordic 120 X-ray, descend now 3,000 feet. あ、結構いい感じに混んでるところに突っ込んでくるわけですね。いい感じにね。はいはいはい。Scandinavian 9, correction, Scandinavian 2420, descend down 3000 feet, right the start, clear ILS approach, runway 21. Yeah, descend 3000 and clear for ILS runway 21, approach Scandinavian 2420.よし、3000ってことはもうゴルフゴルフ430までのクリアランスが出たというかね。めっちゃ降ってんじゃん。さあ指定が本格的に悪くなってまいりました。 誰ですかこんなところ、あのこんな天気の中ベーストレーニングやってる。かっこ褒め言葉頭のおかしい人は。あ、そっかそうだね、ゴーアラウンドアルチュードが3000、そうだそうだ、
いいね、こういうところに突っ込んでもいいね。なんかそれこそあれですよね、全然形式は違いますけど、OJT のね、タワーさんとかにアプローチさんとかのね、ところに突っ込んでいくみたいな。Nordic 10X3, right turn on heading 165. On that heading, cleared RMP approach, runway 2. Heading 165, clear RMP 2, Nordic 10X. Skyline 2420, you can be number 2, following in region 737-800. Number 2, copy, Scandinavian 2420. いいね、いいじゃない。いいじゃない、いいじゃない。今、機体を見ると、合計、4機ですね。僕含めて4機、周りにいると。で、ぐる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 回ってる機体が今、2機かな。3000とかで。出るよね。よいしょ。As we go. チェックと。あ、結構早く来た。もうちょっとかかるかなと思ったら、下が結構風強いんですな。何にも見えないけど。アルトアクワイアードアルト。ほう、ホールド。よし。5000。で、アプローチモードプッシュして、ローカライザーキャプチャードしときましょう。スイングチャンネルキャプチャード。あ、スイングチャンネル。スピードブレーキアームド。これでもこっちに合わせといて。Nordic 34, right turn, now heading 335. 335, Nordic 34. Oh, その単位で出すんだ。面白いね。Okay. ではでは。あんまり平たくない。あ、ちょっと見える。あ、ちょっと見える。いや、いいですね、雲の濃いこと。ノルディック10X3 went to 20 degrees Montana Knots runway 21 clear to touch and go. Clear touch and go 21 Nordic 10X. いいね。スーパーバイザー、チェックと。It's just not 512 flight level 6450。Cessna 512, Yotobur Kepler, Cherry, Morn. You should have contacted me at least when you were passing 4000, or at least notified me of your departure. Squawk 5736 and state your intentions. 5736. めっちゃ揺れる。すごい揺れる。Cessna 512, intentions are to land runway 21.
Cessna 512, roger that. Are you requesting vectors for ILS or a visual, or what is your plan? Visual. Cessna 512, I'm not sure if you actually checked the ATIS, but the visibility is about 7,000 meters. Which is kind of impossible for a visual. But if you want visual, I can give you visual. Just want to confirm with you. No, he's right here. Yeah, I'll take visual. Okay, Cessna 512, left turn now heading 260. Left turn now 260. Oric 34, right turn leg 045. 045, 014. Laps 5. Scanning 2420, wind 220 degrees, 120 knots, runway 21, clear to land. Runway 21, free to land, Scandinavia 2420. Free to land. So, deva, deva. Cessna 512, descend now 2500 feet, continue left turn heading 250. Left turn 250. さあではファイナルにかかりますので、音楽の方飛ばし、止めさせていただきます。Nordic 1-0 X-ray, right turn now heading 290. Get on. Unable Nordic 1-0 X-ray, mayday, 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 our climbing pistol runway heading 1,400. We lost all power here on their runway number 2, I apologize. あ、もしかするとこれ Nordic 1-0 X-ray, confirm engine failure. Engine failure number 2, yes sir. Nordic 1-0 X-ray, left turn heading 100. Okay, heading 100, Nordic 1-0 X-ray. Laps 15. あ、チェックリストやるの忘れてるわ。Again, Nordic 1-0 X-ray, confirm the altitude as well, please sir. Nordic 1-0 X-ray, climb 3,000 feet, let me know fuel on board, so as well. I climbed 3,000, that's standby, we have that for you, Nordic 1-0 X-ray. Cessna 512, left turn now heading 245, please. Left turn 245, Cessna 512. 30. 一瞬見えたな、今。一瞬見たな。天気悪っ。あ、これ意味ないな、これ。はい。チェックと。ネガティブインサイト。もうちょっとパワー出して。そう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 。Cessna 512, at this current time, the airport will be closed due to some emergency at this time.So, for now, I cannot allow you to fly into the airport as per operating procedures in Göteborg. So, I can offer you two alternatives. One, I can give you Säven Airport, which is to the west of Göteborg, approximately 1500 miles. Or I can give you another airport, which is approximately 300 nautical, correction. Yeah, about 20-30 nautical miles to the north. 400. Check to. 300 approaching minimums. Check to autopilot disengage. 今僕に言われた? 200 minimums. Okay, correct 34 right turn heading 175 on that heading clear approach to runway 2. 50. 40. 175, good approach. 20. Cessna 512, how come you get to land on our runway 19? Cessna 512, you did not follow my instructions, so I believe you do not have the competency to even land right now on the current plane. So, that being said, I can give you Trollhättan Airport to the north, or I can use Säven Airport. 80 knots. Check to. サクッと出ちゃいます。Scandinavian 2420, welcome to Göteborg. Exit left onto Charlie and taxi parking by Yankee. Have a nice one. タクシー、left exit to and taxi to right Yankee.
to the spot, Scandinavian 2420. Thank you so much for your services. Scandinavian 2420, just confirm, make a left turn now onto Yankee, and then you can taxi to any parking of your choice. Yeah, left turn, now vacate from the runway 21 to Yankee to the spot at my discretion, Scandinavian 2420. Okay, then, good morning. Very good morning. Thank you for your services. Alright, Fonzer X ray, left turn now heading 020. Okay, heading 020 on order 10X. Yankee. Cessna 512, have you decided? And I'm sorry, Nordic 10X, I forgot to give it to you. We're 3,000 kilos and 3 souls on board. Thank you. あ、ヤンキーね、ここね。はいはいはい。よいしょ、ということで。ちょっとごめんなさいね。まあまあ聞き取るのに必死でした。なんてっていう。さあ、ということで、これ。大手堀空港までやってまいりましたと。よっこらしょと。アダン 2JP さんですね。メール聞こえました。エンジン故障かな。まあそんな感じでしょうね、おそらくね。なおさん、ナイスランディングありがとうございます。この天候で一発成功、さすがですよ。笑うのかと思ってました。いや、僕もね、なんか前方機前方機がね、そう、アダンさんおっしゃる通り目で走ってたんで、あ、これもしかしたらゴーラウンドしないとダメかなと思ってたんですけど、まあまあまあ、なんとかなんとかなんとか。いやー、まあ、しかしこの天候はなかなかね、アダンさんおっしゃる通り、ナイスランディングありがとうございます。トークテックがなか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 エグかったですね。ノレコンゼル XA、 What type of approach would you like? And that we're a while last one of our direction. まあ、RMP はこれ掴めんで。ノレコンゼル XA、 After that, then you're still fine with vectors? A from our direction.ということで、まあまあね、ゴーランドしたらしたら、じゃあ、大体、アプローチさんが見てくれるんで、全然それはそれでいいんですけど、よし、10何番なんだよね、16とかそんなもんなんだよ。飛行時間1時間9分、おそらく1時間11分ですね。なおさん、エルナムが迷子になったのかもしれません。SSG ね、なかなかですよね。あり得るのは怖いよな、 SSG さん先生。だってこの天候の何がえぐいっていうのは、すぐそこのね、ターミナルが見えないんですよ。霞んで。ちょっと甘かったな。もうちょっと真ん中には寄せたかったんですけどね。よし、じゃあここから多分ここに行くと意外とスムーズに入れるんじゃないかなという。想像以上にえぐい天気でしたね。ほら、16、15あたりですね。そうですね。ノレック10X-ray left turn heading 270 on that heading. You are clear for Dallas runway 21. The fire trucks are on standby. Hi, thank you. 10X-ray and heading 270 and clear Dallas 21 order 10X. ノレック34 make that full stop landing when 220 is not clear enough. Clear now.
なおさん、この天候で例の症状が出たら終わりですね。終わりですね。もうあの自由なエルナブ。あ、そっか。もう閉じちゃうんだ。My fault. I didn't know that was a full stop. That's completely my fault. Another 34. ここ VTGS あるよね。Nordic 34, Norris route. You can just monitor and come down 122 decimate. I am going to be closing now. Have a nice and wonderful rest of your morning. 122.8, have a nice morning too. Bye. Nordic 10 X-ray same for you. I am going to be closing at this time. No further ATC. You can come down 122 decimate. Good morning. Yeah, 122.8, 10 X-ray. Good morning. Scan M2420 on the plex. Time 5-2. Have a good morning. Have a good morning to you and thank you for your services.Have a great, great day. You too, bye-bye. Bye-bye, thank you. Attention, not a critical frequency. Yet to work approach, now close, time 0552. Attention, på den grensen, dine flyplassen er nå stengt, tid klokken 0552. Takk så mye, hello. さあ、ということで。Yeah, thank you so much for ADC services, both.Helsinki Tower and Yotiaburi approach. Really appreciate that and really enjoyable flight. Really much appreciate that. いやー面白かったなんやかんや慣れないことがいっぱいありましたけどね。まあなんとか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 よし、ではではですね。ほい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 、これこっち、okay. なおさん、悪天候のフライトお疲れ様でした。ありがとうございます。あたます。お、いるな。さあ、さっきもね、北欧のこの、2つのコントローラーさん、おっしゃってたように、北欧は今早朝でございます。今ですね、SIM の時間を合わせてるんですけども、今カレントタイムが6時56分ですね早朝からありがとうございます。いやいや楽しゅうございました。122デシマル8、はい、なんとかあの人ちょっとファイナルに入ってこないかな。あ、入ってくんね。いい感じにちょっと捉えたいな。ということでヘルシンキタワーさん、そして大手堀、ランドベッテルアプローチさんですね、お二方ありがとうございました。なおさん、裏で満足度ともな満足度ともなホームページチェックしてみました。トレーラーしっかり公開されてます。本当に出るか分かる。そう、まああと2年はかかりますよ彼らはあれですからね、世界一の遅刻魔ですからね、本当遅れすぎだろうっていうね、そんな感じです。いや、あと2年、まあ2年で出ればいいですねさあ、スカンディネビアン2420、ブロックアウトからの時間が1時間28分、そしてフライトタイム1時間9分、ランディングレートマイナス 265.1、G-Force 1.2。 あ、意外と抑えられたね。なんかもうちょっといってるかなと思ったんですけどね、結構ガシャンといった記憶があったので。おー、結構な感覚で来るねバーンドフュエル、フュエルビュースですね、が3284トン。さあ、プランドがどんなもんでしたっけ。あ、ちょっと多いですね、ちょっと多め、3193トン、がプランドなので、まあ、100キロぐらい。僕の給料から聞いといてくださいなおさん、せっかく1位の遅刻、満足度ともう少ないですね。そうですね、もうその2つはもうなかなか鉄板のでした。ちょっとまあ今ね、バットの、バットシムのトラフィックのね、2機がちょうど2-1の方にアプローチしてきそうなので、
とそれを待ってリプレイに移りましょうか。どうしてもあのスクショが欲しいのよすごいあの勝手な理由でごめんねスクショが欲しいのさあということで改めましてね、初めてのチャットですね。アダンさんありがとうございます。どうもどうも。えらいなんか斜め見てるけど大丈夫。こんなもんでございます。これだけではあの何のシムを使ってるかわからんなさあ続いてこれどっちもあれか B3 かあ、B3 だね違うわ。1機が B3 でもう1機が MD82。 こっちが B3 っぽいな。いや違うなこっちが本当の B3 ですね。でこの人が機体だけは B3 のモデルで MD だということです。ナイスランディングでございます。お疲れ様ですお疲れ様ですいいですね。朝からね、まあ、タッチアンドゴーというよりは、まあ、ベーストレーニングですね。さっきもねあのアプローチさんがおっしゃってたように、この指定ではタッチ&ゴーはちょっと無理ですね。これバケートのあの出口かぶんない。すごいあの他人事だからどうでもいいんだけど、どうでもいいって言ったらねあれですけど。え、そっち行けないでしょう。そっちなんかいやあったっけ。ミリタリーかなんかあった、ね、ないはずだけどね、今なんかめっちゃ停滞してるよなんでここで止まったそれこそあれなのかな、メーデーメーデーですか先生、メーデーですかあの細かいこと言うとエンジントラブルだけの場合はパンパンパンですね、はい、お疲れ様でしたメーデーは3個以上致命的なあのフェイラーがあるとですね。エンジントラブルだと1つに換算されるんですよね確か。まあ分かりますよどうしてっていうねこともありますからね。お疲れ様でしたなんかこの人たちを待っててもあの何もあの話が進みそうにないのでログオフしますさあでは、リプレイの方見ていきましょう。今なんか今リプレイでちょっとねあれしましたね、若干フリーズしましたね。ちょっと怖いな、見れるかな。あ、見れたね、大丈夫だね。よいしょ。さあどうでしょうか。いつもだいたいもう800フィートぐらいでは外すんですけどね、まだこれ多分600フィートでつけて、まだ500かな、500あたりで離したって感じですね予定堀空港あの改めて見るとすごい天候ですねあーこれは面白そうだと思ってなんか好奇心で来たんですけどかったね、ここで高かった。いやーちょっと、うん、高かったね。オーバーソルスレショルドでちょいと高かったですけど、なんとかかんと2本目ぐらいまで行ったんじゃないかな。そうですね、まあちょっとセンターはねちょっと勘弁していただいてこの06のベータになってからあれですよね、ちょっとリプレイフレーズするようになりましたよね。これトリスもジボンもなってたんですよ。
これなんか昨日の配信でも、あ、昨日じゃない、前回の配信でも言ったんですけど、これ多分ね、このプチフリーズするのは今までだとこの天候条件がある程度悪い時とか変わりやすい天候の時に、こうやってちゃんとタッチダウンの描画までいかなかったんですよね。安定した天候の時はいいんですけど、こういうちょっと荒れてる日とかね、あと雪の日とか、そういう時にね、ここでなんかシーナリーの読み込みが一回リセットされるみたいな、そんな感じの描画があって、でしかもそれだけじゃなくて、タッチダウンしてるのになんか標高が上がっていくみたいなね、標高が上がっていく、機体の機体が上がっていく、離陸していくみたいになるんですよ。これがちょっと06でのあれですね、あのちっちゃいけど大きな変更点という感じですね。またおそらくそういうなんか不具合への対処かなとは思います。なおさんリプレイな、ありがとうございます。僕だったらコーララウンドですね。いや僕ちょっと迷いましたけどね、もういやと思ってもうこのどうでしょうね、1000にかかったくらいでこのアプローチさんがもう締めるって言ってたんですよ。あ、だからまあもう強引にでもちょっとね、行ったらいいやとどうせこのランウェイ結構長いし行けるだろうという感じでもう強引に行きましたなんで内容はボロボロですけどね内容はねちょっとねあれですけど、ちょっと浮いてんじゃないかな多分。よいしょ、すごい天候のところに来たな。しかも気温12度ですって、サブあ、意外とでもあれですね、センター以外はまあまあまとまったのかなという感じですね。なんでリバーサーを早々に切ったかというと、めちゃくちゃあのブレーキかけてるからですあ、これリバーサーでは止まんないなと思って多分ね、向こうまで行っちゃいそうだったんで、もうここでどうしても出たかったので、もうマックスブレーキでしたふーんって言ってこの12のねウェットってめちゃめちゃ滑るんで、滑るというかこういうこのパワー殺して入るときに結構ね、あの減速がすごい厳しいので、そのぐらいにしてあげないとなかなかちゃんと出れないというですね。なおさん、今のエクスプレインは雲関係で何か不具合を抱えているのかもしれない知れませんね。あ、これね、そうですね、あの12出してからですね、うん、雲というよりはね、これ天候です。天候変化のエラーなのか、天候変化にまあ言ったらその本体のエンジンがついていってないのかっていう感じですね。雲単体は何ていうかそれのね、エレメント要素の一つなんで、まあ、おそらくまあ天候全体でしょうね、うん、まあライブウェザーもねたまに死ぬしまあ雲はね、おそらくまあちょっとずつ良くなるでしょうという感じでございます。まあまあベータ版でこの値だったらいいんじゃないかなっていう感じはしますけどね。なんかそれこそ特別ね、機体のデベロッパー側でそんなに大きなもう大変更ですっていう感じの対応は多分しなくていいっぽいアップデートなので、まあそれ考えるとまあまあいいんじゃないかなっていう感じはしますね。なおさん、そういう事情だったんですね、了解しました。オンラインじゃ、簡単にゴーラウンドできませんまあいいんですけどね、いくらでも付き合うよっていう方もいらっしゃいますし、そう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 、ちょうどねもうありがとうございます、チャンネルフォローですね。プレインモトシー、ありがとうございます。 Thank you so much for following、
I'm sorry if I am wrong. I used the wrong pronunciation of your name. Anyway, thank you so much for following my channel. Really appreciate that. And I usually doing stream with this time time zone or time around. Yeah, 03:00 to 05:00 or something like that with Spring 12. So yeah, really hope you enjoy my stuff as well. なおさん、何かが進歩すると相応の不具合を抱えるのは最近のゲームね、あるあるですよね。いやもうそうだと思いますよ。やっぱ生地ね、やっぱりプラットフォームが、あのプラットフォームのねナンバリングが変わって、結構それだけでも大きなね変化なので、それ考えるとね、まあいろんなところになんやかんやとこう、まあいわゆるノウンバグスですよね、基地のバグがあるっていうのはもうある程度しゃあない、もう完璧っていうのはちょっともうありえないということで、ここ右に振らなくてよかったね。あ、リフレクションが綺麗。まあなのでこれ多分ね、12のナンバリングではずっと多分持病みたいに抱えてるような感じで続いていきそうな感じはしてるんですよね。早くて 12.5 とかそんなもんで治る予想でございます。このまま行けばよかったね、わざわざ右に振らなくてもね。ここもうすぐ行きますよ。あ、ほら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 。さあ、ではではキャビンから見てみましょうか。なおさん、Twitch ではフォローが YouTube のチャンネル登録に相当するんですよ。あ、そうです、その通りです、その通りです。そう、こっちではあのチャンネルフォローっていう表現ですね。はい、でやりやすさで言うと Twitch の方がもう100倍ぐらいやりやすいです。はい、もう何もしなくてもその配信の概要画面、こういうチャットとか一元で管理できる画面があるんですよ。そこにもうすぐに出てくるんで、これ結構あの映ってよかったなという思うところですね。もちろんね、あのそれこそなおさんはじめ、あの YouTube ご覧になってくださってた、 あるいはね現在進行形でアーカイブよく、ご覧になってくださっている皆様にはね、本当にひと手間かけてしまって申し訳ないんですけど、まあ、こればっかりちょっと YouTube のねサーバーの仕様がちょっともううちの回線には手に負えないという感じでしたので、致し方なくという感じです。で、まあ、ついでに言っとくと、多分もう Twitch でやり始めたからにはもう向こう6年7年ぐらいこのまんま行こうかなと思ってますのでね、はい、ぜひぜひね、あのまだフォローされないでも意外とガシャン言ってるな。ぜひぜひね、フォローのほどよろしくお願いいたします。まあまあガシャン言ってるね。1.2G だ、やったーと思ったら。こっちから見ようか。さあどうだ、まあそれなりですね。1.38 ぐらいじゃないですか。 1.38 から4、 1.2 ではないわ。ういー、いやすごいね。この空港をはじめ北欧の空港ってものすごく視程が悪くなりやすいんですよ、特に冬。もう900メートルとかザラになるんで、まあ、なんで結構このぐらい大きな空港、まあこのね規模になってくると絶対 ILS はどっちのランウェイにもついてるんですよね。で夏はなんかそんなに悪くなるイメージはなかったんですけどね、なんかこんなに悪くないですね。地形も悪いし天気も悪いし。すごいなんかあれでしたよね。
あ、なんか変わった。またこの天気のねトランジションは06で結構良くなってはいます。あの平田さんの雲ですけど、これは結構ちょっと自然になったかなって感じはしますね。05と比べるとこれはちょ、うん、いい変化じゃないですか。なおさん、やっぱりそうだったんですね、教えていただいてありがとうございます。YouTube の解約仕様変更あるあるですね。そうそうそう、あのおそらくなんですけどね、結構アジアのサーバーを使ってるというか、まあ自動的にね多分 IP で判断されるんですけど、あのアジアのサーバーにつなぐとどうも OBS にものすごい負荷がかかるんですよ。で僕最初 OBS が原因かなと思っていろんな、ストリーミングソフトを使ってみたんですけど、そうじゃなかったんですね。あ、 YouTube だったっていうそれこそあのあれですよ、 X スプリットっていう優勝版のソフトがあるんですけどね、あの無償でも使えるんですけど、使える、機能がものすごく制限されるんで、一回優勝版を契約してで設定を全部ね、エクスプレススプリットでやってみてって試したんですけど、何にも解決にならないどころかエクススプリットがなんか火吹く勢いでなんかね暴走して、あれっていう感じで、そこら辺からちょっとずつあの YouTube への何ですか疑いの目をこれはこっちのせいじゃないと。なおさん、ログインしてないと投稿一切見れなくした、某ツイッターの話あれツイッターどうなるんでしょうね、 X になっちゃって僕4月ぐらいからちゃんと見てないですけどとりわけね今この2023年7月時点では今始まったばかりのスレッズは結構僕好きですよ。あの感じはなんか、まあ、あのまだ成熟してない感じは好きですね。で成熟してないと一回テンプレートがそこでできるんですよ。なんかこうね使い方じゃないですけどね、あのよくあの流れてくる投稿の、アルゴリズムみたいなのができて、それが結構良くなるんですよね。今その時期ですスレッズがで人も少ないので、変なツイッターずっとやっている方だと分かると思うんですけど、なんかねコメントスパムっていうんですかね、あリプライスパムだ、リプライスパムめちゃくちゃ増えたんですよ去年ぐらいから。もうなんかそのぐらいからもう見る気なくして、わざわざそれをね、ブロックしてブロックしてみたいな、そんな感じでやってるのもなんかもうそのためになんかツイッターやってるみたいな感じだったので、僕もあんまり去年の12月ぐらいからちょっと見る頻度はどん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 減っていって、もう4月からほとんど見てないですね。なおさん、サーバーの仕様直してあでも僕ね Twitch にちょっとね来させていただいて結構これ良かったなと思ってるんです。あんまりちょっとね大っぴらには言えないんですけど、実は Twitch のコメントシステムとか認証っていうんですかね、いろんな認証意外と考えられてるな、ちゃんとそのコメントのなんていうんですかね内容とかも見てるんだと思ってね、日本語英語多言語かかわらず警戒傾向と対策というかね、なんかそれを自動的に判断して、ある時ねこの配信やってる時にある方の投稿が一斉に消えたんですよ。なんでかなと思ったら、どうやらその方はちょっとこう、まあ、スパムまではいけないですけど、ちょっとこうなんていうのね、嫌がらせとまでもいかないんですけど、ちょっとまあ気に障るような感じのことを結構書くような人で、別に僕そんなの気にしないんで全然いいんですけど、そう見るとなんか、あ、意外とこのおそらくね AI で判断してるんでしょうけど、すごいな、なかなかこれは YouTube よりもなんかね10段階ぐらいは上の
技術使ってるなという感じはしましたね、うん、で結構長年、ね、YouTube でやらせてもらっててけっ、まあまあ悩ましかったのが複数のアカウント作ってわざわざ嫌がらせする人もまあまあいたんですよね。で Twitch それやると一発バンなんですよ分かった時点でね。これどっかで VPN とかかましてもダメらしくて、うん、ちょっと前のレディットのなんていうかそういう話題に Twitch のコメントシステムについてみたいな感じでちょっと読んでたんですけど、そんなのあったんで、あ、そうなんだなと、ちょっとこう進んでるんだなと思いました。なおさん、P だと思ってたら本当に P になってましてしまいました。いやー、まあまあしゃあないですよ。 SNS ってもう水もんなんで、うんね、どこがもう絶対っていうのはまずないです、うん、もうどんどん移り変わっていくようなもんなんでね。コメントも YouTube と同じ、操作同じなのですぐなりました。あ、そうですか、よかったです、よかったです。いや本当ね、おそらくなおさんもそうだと思うんですけど、このね、僕の配信がこっちに来るから Twitch のアカウントを作ってくださったという、ね、方もね、本当にたくさんいらっしゃって、もうね、お手間お手数おかけして申し訳ないなと思いながらも本当にありがたい話でございます。ありがとうございます。なおさん Twitch なかなか、うん、そうなんですよ、すごいと思いますよ。リアルタイムの配信環境というか配信プラットフォームの中では、うん、結構いいんじゃないかなと思いますね。それこそ僕がYouTube に移った、2017年に移った段階ではそんなこと全然してなかったんですけど、もう本当嵐放題、嵐天国みたいなそんな感じだったんですけど、それからやっぱね、6年7年経つと変わるんですね、こんなになかなかなんかすごいなと思いました。いやいや、ということでね、今日はちょっとね、いろんな裏話も込みでの、配信になりましたけどね、北欧の、テストフライト 12.06 ベータリビジョン1のテストフライト with ジボモットということで、まあそんなに大きな、ね、問題もなく、まあ、来れたんじゃないかなと思います。おそらく他のね、アドオンもそんなに問題はこの 12.06 にしたからおかしくなったっていうのはフライトファクター以外は多分ないんじゃないかいやフライトファクターと FPS と SSG とあとなんだっけ、サスル使ってるのなんだっけ、あー X クラスあれ以外はないんじゃないかなという感じはしますね、はい、あれ結構多かったなまあいいやまあ、ちゃんとした機体は大丈夫という感じですね、はい、てな感じでございました結局サスル使ってるね、機体は全部ダメっていう感じでしたねさあということで、まあいい感じのねオチもついたところでああ、今日の配信はこの辺で失礼させていただきます。なおさん、不具合を起こす定番の方々、そうですね、不具合といえばっていう、ね、多分不具合でなんかね、検索すると多分そのうち出てくるんじゃないかなと思うんですよねあれ不具合の意味調べたのになんでフライトファクターの、ホームページが来るんだとかねそういうことになるかもしれないですよね。まあそれはさておき、ちょっとね、変則的な時間にもかかわらず、ご覧いただいた皆様、そして、コメントくださった皆様ありがとうございました。今日はね、新しくフォローしてくださいました方、なおさん、そして、プレインモートシーですね、モートシーさんですね、ありがとうございます。またね、よかったらコメントも、していってください。そして、今日初めてのコメントをしてくださった方、アダン 2JP さんですね、ありがとうございます。さあということで、次の配信なんですけども、土曜日ですね、29日、
恒例の週末、気まぐれ日本戦ですね。成田発か、になりますね。ちょっと機材はね、何にしようかなと今迷ってるんですけども、その辺もおいおい、私のディスコードサーバーの方でね、お知らせ、したいなと思っておりますので、この配信のディスコードをご参加でない方はぜひぜひそちらもご参加ください。配信等々の お知らせ、とともにですね、まあ日常的な、なんか、もう、ものすごい緩い会話とかもね、してますので、ぜひぜひそちらも、ご参加いただけると、楽しいかなと思いますので、よろしくお願いいたします。ということで、なおさんもね、ありがとうございます。配信お疲れ様でした。ありがとうございます。ハイライトのことも、丁寧に教えていただいて、本当にありがとうございます。いえいえいえ、僕の、分かる範囲ですけども、ね、またお邪魔させていただきますので、今後ともよろしくお願いいたします。こちらこそ、絶賛リピート中の神 BGM 来た。ありがとうございます。いやいや、本当にこの、サンセットインサマー、この24日にリリースして以来ね、本当にたくさんの方が何より買ってくださったという方がね、多くて本当に、ありがたい限りでございます。Twitch の、案内欄でもですね、ミュージックというバナーからですね、こちらサンセットインサマーの、高音質版はじめ、いろんなね、プラットフォームのリンク貼っておりますので、興味のある方はぜひぜひご視聴あるいはご購入、検討いただければなと思います。他にもですね、各種サービスにはですね、私の哲也田中名義の、アーティストページもございますので、他の作品であったりとか、そこでしかね更新されていないプロフィールとかね、プレイリストとかいろいろありますので、ぜひぜひそちらね、Spotify、Apple Music、YouTube Music、Tidal ほか、ね、いろいろやってますので、都合のいいプラットフォームからお聞きいただければ幸いでございます。さあということで、本当にね、繰り返しになりましたけども、このサンセットイン様、本当に好調で、皆様に感謝感謝でございます。改めてありがとうございます。 And moreover、many thanks for the ATC services and Helsinki Tower and、your temporary approachI really appreciate that and I really enjoy the flight as usual. It's our very first time in 2020, so really enjoyable. Thank you. さあ、ということで、改めましてご視聴ありがとうございました。これからね、まだまだ暑い日続きますけど、体調に気をつけて、お互い頑張っていきましょう。それでは。